楽旅若村ですさあ本日は2月の8日火曜日です午後の7時になりましたさあ本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手 さあ今日も楽旅京町屋からお届けしています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へさあ皆さんどうでしょう今日この風景あれ楽旅京町屋にこんな風景ありましたかということなんです多分これまで毎日ご視聴いただいている皆様にとってはもうこの楽旅京町屋 隅々までいろんなところからカメラを据えてお届けしておりますのでもう中にはこの楽旅京町屋の間取りをかけるというような人もいるぐらいなんですいろんなところにカメラを据えていろんな方向を取りながらこの楽旅京町屋を舞台に毎日ほぼほぼラクタビ通信ライブ版を行っているんですがこの風景。今日皆さん どこに私いると思いますか。実は。これ後ろの襖を開けるとわかります。今どこにいるか。ちょっと開けてみますよ。ここを開けますと。どこでしょう。 さあ皆さんわかりますかこちらそうなんです楽旅京町屋の1階大広間なんです奥に床の間そして洗剤のお庭もう夜7時ですから今真っ暗になっていますけれどもこの奥にお庭が広がっていてこの楽旅京町屋で最も格式の高いお部屋になります大広間1階奥座敷になるんです で今まではこの手前の部屋と奥の間この間本来、襖が入るんですがこれ全部蔵にもともと入れていまして特にあまりこうこの襖を使うことがなかったのでここ23年ずっとこの襖、ま、実は蔵に眠ったままで日の目を見ることがなかったんです。で今日 ちょっとです、ね、ゆえんあってこのふすまを取り出しまして2階そしてこの1階ともに部屋の間にふすまを入れた姿が3年ぶりぐらいでしょうかよみがえったというか本来これがその本来の姿であって今まではこれふすまを入れていなかっただけなんですね。でということで本当はこれ手前の部屋。 奥のお部屋2部屋に分かれて襖でちゃんと仕切られていたんですで、今日はこの襖を閉めた状態で今日はライブ配信をスタートしたんですが今開けますと。 こういうい状態でということなんですね。ということでこのお部屋を区切る襖、ま、ちゃんとこの真ん中にもありまして3年ぶりにここに今日据えられたということなんですですからこう締め切った時の風景としては皆さんこれまで昨年のライブ配信でもお見せしたことがなかったということで今回。 本邦初公開というような風景であったということなんです。で3年ぶりにこれ入れましたのでするとねこのちょうど建具が入っているところやっぱこう滑りが悪くなりますので今日はねちゃんとここ滑りが良くなるねイボタのこうろうのようなものをねちゃんとあるんですこれ専用の襖の滑りが良くなるというイボタの 滑りやすくなるものを塗りましてね。今こう快適に。スーっといけますね。これ！3年ぶりとは思えない。スムーズな動きが蘇りました。ただ、これもしかしたら本当はね。建物もやっぱり経年変化で。ぐっとこの建物全体が歪んだり下がったりしますので、毎年こうしっかり入れてね。使っておかないと。 建具が入らなくなくるるところもあるんですねですからまあしばらくまたこうやって入れてね使うことによってちょうど建具と建物がすれて一番使い勝手のいいふうに削れていきますので、まあ、そうしてこの建物に馴染んでいくということなんです。なのでこれ建具いろいろ入ってますけれどもねその場所でないとなかなか入らないものがあって他の場所でこれを使うと。 このすり減り方傾き方が違うのでそこにしっくりと来ないんですぴったりと扉が閉められなかったりするんですねえその辺りのここあそここっち全部建具は役割が決まってますんでねこういう形で、まあ、実はですね今日は久しぶりに建具を入れましたんでねその風景でこのライブ配信スタートさせていただいたということなんです。 エアコンを入れるとやっぱりこう部屋が小さいほどよく効きますから今日ねこちらの部屋暖かいです。やっぱこうやって2枚真ん中開けてるとはいえ左右に2枚ふすまがあるだけでもねこっちのお部屋の方が暖かくて向こうのお部屋がちょっとひんやりとエアコンの風が届きにくくなってましてこっちの方がね暖かいです。ですからこれちょっとね 今まではもう全部通ししてて使ってましたからこの大広間冬は寒かったんですですもこれ意外とねちゃんとこの襖を入れておくとこっちのお部屋だけでまず温めて打ち合わせとか皆様のご来客のお迎えとかこのお部屋だけでも使えるなと思いましたのでちょっとしばらく行ける範囲でこのね襖を入れた状態でしばらくこの冬をね過ごしてみたいかなと思います。 さあ、それでは本日も、今日ちょっと旅へ、どこかのお寺、どこかの神社へと、本日もトークで皆さんと一緒に京都を旅してみたいと思います。さあ、それでは、恒例となりますが、この箱の中にはたくさんの旅くじが入っています。この旅くじを引くことによって、本日のトークテーマを決めてみたいと思います。それでは行きます。くじ取り式です。さあ、行きますよ 今日はどこのお寺神社へ旅をすることになるでしょうかいきますこちらこちらの旅くじ本日のトークテーマとしてみたいと思いますそれでは続きましてこのくじの中身を改めますくじ改めですまずは私が確認をしましてどんな内容か一つ二つ三つとヒントを出していきます 皆さんはそのヒントを聞きながらあそこの神社かないやあそこのお寺じゃないかななどぜひ考えながら聞いていただきたいと思います。うわかったという方はですね、ぜひコメント欄に「なんとか寺」「なんとか神社」と書き込んでさあどれぐらい京都を知っているか腕試しをしていただきたいと思います。す。それでではいきまめす。 さあ、行きます。本日の。トークテーマは。なるほど。わかりました。さあ、本日のトークテーマはなるほど。ズバリジャンルは。 食べ物です。まあ今の身振りを見ると、強料理ではなさそうですよね。なかなか強料理をこう食べることはないと思います。これ、食べ方としては、 こんな感じです <laughs> わかりますか今日のこのトークテーマは食べ物でお菓子です食べ物の中のジャンルで言うとお菓子ですただ教菓子と呼ぶほどの芸術的なお菓子ではありませんしかし その場所で多くの人に愛されてきた食べ物です意外と食べたことない方も多いかもしれません名前は聞いたことあるしかし食べたことがないことも皆さんの中に多いのではないかと思いますなぜならちょっと買い求めるのに 街中ではなかなか手に入らない難しいそこまで行かないとなかなか手に入らないんですで私の知る限り大きく2箇所で売られています2箇所と聞くと皆さん こっちの方がああ道向かいで2箇所ということになるかと思いますでもこれではないですこれではないですこれ何かわかりますか炙り餅今宮神社の門前名物炙り餅ではありませんでもよく似た感じです何がよく似たかその神社を参詣する人が門前のお店で買い求める という意味ではよく似ています形がおおという感じで親代の神様に由来して形がおおということですちょっとね日記が入っているものもありますので 日記がちょっと苦手だなという方はですね違う色のやつを食べた方がいいかもしれません。白緑さあ分かりました京都の北にある上高野の神社の門前名物です。そしてもう一箇所は 一乗寺四川堂の近くで売られていますさあ皆さんわかりました今日のトークテーマは神高野に祀られる先日一ヶ月ぐらいかな神社の方も旅くじで出ました神高野の神様で子供の間の虫封じのご利益に熱いこちら 三宅八幡宮の門前名物、鳩餅です、鳩餅。かりました皆さん形が鳩の形をしていることから、鳩餅、柔らかいお餅で、日記、そしてプレーン、そして抹茶、確か3色あったような気がします。で 三宅八幡宮の門前のお店と四川堂一乗寺の四川堂のすぐ近くの茶店のようなところでも売っています。小さなお店で売っています鳩餅といいまして三宅八幡宮は八幡神戦いの神様を祀るというお宮さんで八幡神の神様のお使いとされる動物は 鳩なんです鳩が神様のお使いであることから三宅八幡宮鳥居の前の狛犬ならぬ駒鳩がお祭りをされておりまして戦いの神様八幡神を守る鳩が駒鳩としてあうん一対でお祭りをされています。鳩といえば八幡神 関東でも鎌倉でま、ね、もなく源頼朝が大河ドラマで鎌倉へと今、向かいつつありますけれども、後、鎌倉幕府を開きまして戦いの神様鶴岡八幡宮が創建されまして、鳩がゆかりとなりますので、鎌倉の土産といえば、鳩さぶれなんかも売られていますように、鳩が出てくるんです。でこのの八幡宮の門前にも ハト持ちがあってね、その神様のゆかりをお菓子としていただくこともできるわけなんです。開けた時にあハトでちょっとこう柔らかいですからこう持つのかこう持つのかでこうこんな感じですよね。<laughs> ヒントで分かりましたかね。この食べ方で分かったらまあすごいですけれども。 まあこういうね鳩餅というのが三宅八幡宮上高野のお宮さんの門前名物として多くの人から愛されていましてもしかしたら今の冬場はちょっとお店が閉まっているとか今コロナの状況でお店が閉まっていることもあるかもしれませんしかしまた三宅八幡宮の門前か四川堂のお隣のお店でちょっとお買い求めいただきましてその 味わいいいいを楽しんでたただきたいと思います三宅八幡宮行きますとねそこから歩いて蓮華寺石川錠山が策庭にも加わった高野川の水を引き込んだ美しいお庭が残る蓮華寺があったりそのお隣には長岡京遷都にまつわる大事件 沢良神の能涼を鎮める須藤神社があったりまた北の方に行きますと春は床緑秋は床紅葉が美しいあの黒塗りの床が外の新緑や紅葉が映り込んで緑や真っ赤に燃え上がるという床緑床紅葉が大変有名な天皇家ゆかりの門跡寺院。 岩倉実装院というお寺もあったりしますちょうど永山電車で三宅八幡宮その近くにも駅がありますのでそこから歩いてお参りをいただきましてちょっと一服この鳩餅を食べてまた散策へと向かっていただくといいのかなと思います。子供の のののにご利益厚いこの三宅八幡宮ではお餅も鳩なら鳩の置物があって一対で授かって子供の鳩の虫封じなどを祈願しそして成就すればそれをまた神社さんにお返しをするというお礼参りに行く習らしがあったりします。ぜひこの三宅八幡宮 ななかなかあの観光では行くことは少ないかもしれませんけれどもまたその辺り一帯の蓮華寺須藤神社から三宅八幡宮を経由して岩倉実村院ちょっと足を伸ばせば明満寺、円通寺辺りまで行けないことはないのでその辺り一帯また巡っていただきたいと思います。ちょっとと今の自分行くと寒いかな 結構岩倉に近いですからもう結構な冷え込みになりますのでそうですねやっぱりおすすめはこの冬の後の春の新緑の季節がいいのかなと思いますでこのモミジもね隠れた名所なので三宅八幡宮で彩り豊かなそのモミジの秋の景色をね楽しんでいただくのも素敵な秋の散策になると思います四季折々に美しく美味しい鳩餅がいただける 今日のトークテーマは三宅八幡宮鳩餅についてお届けをしましたさあほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日のトークはここまでとなりますさあ昨日ねこちら皆様にお知らせをさせていただきました いよいよ2月の19日の土曜日、弘法大師空海をたっぷりとオンラインの講座でお届けします。1週間、見逃し配信もつきますので、その当日、タイムリーにご覧いただけなくても、何度でもインターネットで内容をご覧いただけます。 120分2時間でお届けする日本仏教がよくわかる人気シリーズ「真言舟祖弘法大師空海」をお届けします。日本史上最高の天才に迫るということでぜひお申し込みをお待ちしております。で、で、<laughs> 昨日これをねご案内させていただいて YouTube、Instagram にアップするときにリンクを貼っておきます。 とということで Facebook をはじめとして SNS にリンクを貼ったんですよ。そのリンク先が忍忍忍者のこの前の日次の日か20日とか13日の日曜日の伊賀甲賀の忍者の里からお届けするオンラインツアーのリンクを貼ってましてね「弘法大使空海」これ申し込もうと思ってクリックしていただいた方 ポーンとリンクが飛んだらホームページは忍者だったんです <laughs>。ということであのお申し込みができませんという、ね、あのご連絡を会社の方にいただきましてもう急ぎリンクを、ね、修正しました。今日も、ね、ちゃんと正しいリンクを貼っておきますのでぜひ皆さん、今日の Facebook、YouTube、Instagram その文書の中にリンクを貼っておきますのでぜひ2月の19日土曜日 7時半からオンンラインです全国どこでもいつでも見逃し配信もありますのでご覧いただけますので何度でも見逃し配信がアップされている間は何度でもご覧いただけますのでぜひ密教とは何かなぜ空海がこれほど1200年にわたって弘法信仰と呼ばれるほどその信仰の中心を成してきたのかいまだなおなぜ四国88か所巡礼 なのさ高野山など多くの人の心を引きつけるのか、そのあたり、歴史の背景から見る弘法大師の真の姿、日本史上最高の天才に迫りますので、ぜひ、皆さん、お申し込みをね、お待ちしております。一方、京都検定のゼミナールもね、いよいよ真剣ゼミナールが14日月曜日から始まります。お申し込みが確かね、もう明日明日いっぱいとなりますので、急ぎ、皆さん、こちらの方は、 京都検定。三級二級一級。どの級の皆さんも。歴史の流れから。実力を底上げします。二月は古墳奈良時代。三月は平安。四月は鎌倉から室町。五月に戦国江戸。そして六月に幕末から。明治維新後まで。京都二千年の歴史を一挙に騒乱します。そうして。今までは。 点,点で覚えていたその知識を歴史の流れに沿って線でつないでいきますので確実なる知識の積み上げ確実な実力を今回はステップアップしていきたいと思いますのでぜひこの真剣ゼミナールもぜひお申し込みをねお待ちしておりますさあそれでは心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくりますさあ皆さん合言葉は 「きっともっと京都を好きになる」この「好きになる」というところを皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って今日も京都からたくさんの元気をお届けします皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それではききますっっともっとも 京都を好きに好きなるということで、本日は午後の7時からお届けしました、楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ、明日も同じく夜の7時、19時からお届けしたいと思いますので、明日もどうぞお楽しみに、本日もご視聴ありがとうございました。 それではポチーン